はい、こんにちは、松岡と申しまーす。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで、今回はですね、スタンシャトーマスのとあるセットを紹介させていただきます。それがこちら、機関車トーマスバーティーと競争伸びる虹の橋セットということでですね、なんとね、バーティーと、まあ、トーマスの付属した、まあ、セットが2016年から2017年かな、その時に発売されておりました。たまたまね、今回入手することができたので、こちらの方を紹介させていただきます。はい、セット内容はこんな感じですね。トーマスが一周するのと、バーティーが一周する2つのレイアウトがあるって感じですね。特徴的なのはこの橋ですかね、まあ、こういう感じで入っております。珍しいことにね、動力が2つあると。で、トーマスの顔も違うっていう感じで、早速ね、見ていきたいと思います。単三電池が、まあ、2本使用と。つまり、まあ、トーマスとバーティーで両方とも単三電池使うよという感じでございます。この伸びる虹の橋なんですけど、どうやらなんか伸びるみたいですね。面白い仕組みですね。ということで、ちょっと裏も見ていきましょう。まずは、セット品の内容とレイアウト。で、なんかどこにシールを貼るかっていうのが書いております。で、基本レイアウトの組み立て方と、この虹の橋の取り付け方と、あとこれ90度レール。これね、当時ね、発売された時ね、驚かれたのは、あの90度レールっていう、この90度に曲がったレールっていうんですけども、それがね、発売されたことなんですよ。90度レールってね、僕が生まれる前なんで、だいぶ昔かな、70年代とか80年前半とかにちょろっと発売されて終わっちゃったやつなんですね。で、それがね、まさかのね、この2010何年の後半にさ、もう一回出てくるって言って、ちょっとびっくりしたんですよ。しかもグレーで出たっていうことでね。はい、ということで、こちらの方、今から開封していきたいと思います。ということで、早速一個ずつ見ていきましょう。まずはこちらですね。頑張り顔のトーマスということで、このようになっております。なんかめっちゃ頑張ってるね。これ、トーマスってこんな顔するんだね。はい、ということで、あ、こちらなんですけども、新品ではありません。一応中古品なんですが、紹介しております。はい。で、開け方なんですが、電池の開け方なんですけども、まずこの真ん中の車輪を、えいってね、引っ張って、で、キュッて開けると、こう開きます。これ、ね、知らない人多いんで、あれですね、ちゃんとこの真ん中の車輪をこう、下にこう、いってやると、これが動く、この、なんつうの、この蓋部分が動くようになるんで、そうやって開けるようになっております。ということで、いつも使ってる N ループを入れてみたいと思います。はい、ちゃんと動きますね。ありがとうございます。トーマスしか入っておりません。アニーとクララベルとか他の客車とかは一切ありません。顔以外はほぼ同じトーマスとなっております。はい、続いてこちらでございます。バーティーですね、バーティー。はい、バーティーが入っております。こちらね、動力がつくということで。まあ、昔、モータートミカとかプラロードで出てたんですけど、なんとね、今回プラレールで登場ということで。はい、バーティーがこんな顔しております。初めてですね。ちょっとこれも開けてみましょう。果たしてどんな形になっているのか。あ、こんな形なんですね。あ、動きますね。ありがとうございます。はい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 。ということで、なんか不思議な、ちょっと努力者もちょっと面白い形してますね。あ、こう真ん中にモーターがあるんだ。へえ、面白い。まあいいや。へえ、ということで、プラレールを走るバスのバーティー。ちょっと面白いですね、はい、メイドイン、ね、タイランドなんですね、こちら、はい、トーマスの方もメイドインタイランドとなっております。まず動力車が、ね、2つ入っているということ で続いてレールでございます。まずは2分の1の直線レールが、3本、こちらもメイドインタイランドとなっております。で、曲線レールでございます。曲線レールは4本入っております。はい、続いてニューサカレール、こちらは1本入っております。続いてこちら坂曲線レール B ですね。はい、 B が入っております。 A は入っておりません。ブロック橋脚でございます。ブロック橋脚が茶色がなんか5つ入っておりますね。続いてミニ橋脚、こちらも茶色ですね。茶色のミニ橋脚がね、今回6個入っております。はい、続いてこれはあれですね、バスのバーティーが走る、2分の1 直線レール。はい、まあ、って言っても、まあ一緒なんですけどね、色違いなだけでございます。つなぐこともできます。はい、続いてこちら4分の1レールですね。はい、オスメスとオスオスとメスメス1個ずつ入っております。はい、続いてこちら90度レール、
このね90ドレルが出たの時ねちょっとびっくりしましたね。あ、こんな感じで出るんだと思って。ただちょっと長いですね。多分予想としては90ドレールプラス1/4レールが繋がったちょっと特殊なレールとなっております。で、真ん中のところなんですけども、多分ここに曲線橋脚を置いて固定すると。で、これが4本入っております。はい、そして最後これですね、虹の橋でございます。虹の橋はねパーツが3つから成り立っております。で、シールはもうすでに貼られてますね。結構綺麗に貼られてるので非常にありがたいですね。投げ方としてはまずこのちっちゃいやつにこう下からえってくっつけて、まあ、くっつけます。で、さらにこっちの大きい方もくっつけますっていう感じかな。はい、そういう感じでつけていきます。で、びっくりすると思うんですけども、これしか入っておりません。値段なんですけども、当時ね、7000円で売っておりました。びっくりですよね。これ7000なんですよ。トーマスのセットめっちゃ高ーみたいな感じだったんですけども、まあ、よくよく考えると、まあ、妥当な値段になっちゃうのかな。ね、トーマスって、やっぱ貴重なんですね。はい、ということでちょっと長々喋ってしまいましたが、せっかくなんでねレイアウト組んで走らせてみたいと思います。はい、ということでレイアウトの方を組んでみました。レイアウトの組み方はですね、箱の裏側に書いてありますね、それ通り組んでみてください。ということで電池を入れたので早速走らせてみたいと思います。はい、ということで少しだけプラレールで遊んでみました。これだけだとつまんないので、これからねレイアウトの方をちょっとだけ拡張していきたいと思います。
はい、ということで今回はこちら機関車トーマスバーティーと競争のビール虹の橋セットでねちょっとだけ遊んでみました。レイアウトはねぜひ参考にして遊んでみてください。こちらのプラレールはですね2016年から2017年にかけて発売されたものなので現在廃盤になっておりますがね、なかなか面白い造形部品の入ったセットなのでね、皆さん見つけたり持ってる人はぜひぜひ遊んでみてください。ということで今回はこれで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。